これから、はい、これからどこ行きます？これから鶴亀に行きますよ。鶴亀ですか？鶴亀に行きますよ。マイマイの食レポがどんなものか行きましょうか。そうっすね。第3弾食レポ第3弾。第3弾も納豆ちゃん。第3弾まあでも今回は女子がおるから、いややっぱマイマイがね、いやそれはもうマイマイの力でどうにかこうにかやってもらえます。ハードル上げすぎて。こちらですか？こちらになります。スープカメです。いつも並んでるんですけど、今日は多いな。今日は、多いね。空いてますね。まあ空いてるけど、ね、並んでないですね。並んどらんけどね今日は。はい、じゃあ入りましょう。入りましょう。はい、前々映っとん。あ、そう、これずっと置いてくれとって、私がファンタジスタのこの紹介をしたやつを置いてくれとった。はいはい、本当だ、じゃあ今月のナビゲーター松成舞さん。ファンタシスタエボさんに行ってください。ファンタシスタになってる。シスターですか？手が震えるか。やめてもろて。ちょっと待ちましょうか。はい、じゃあちょっと。まいまいさん、何を頼むんですか？私はいつもトマト辛麺。あ、違う、シーフード辛麺の煮辛の中華細麺のハーフのチーズポイントです。なんか最近しょっちゅう来るよね。あれ？マイマイ？あれ？あ、お久しぶりの。さっき朝やった。さっき朝やった。食レポですか？なんか指令と言われたのでします。あれ？指令と言われた。イケメンの子なんだけど、あれ見たことない。いやー、キラくて、あんまり言ってなかったのに。キラちゃん。松本夫妻の息子です。これ YouTube で見てよ、大丈夫？キラ君です。可愛いやろ。あ、もう写真終わった。今日ご飯食べ終わりましたみたい。どうでした？超美味しかった。特におごるからもう一杯食べる。いやいやいや。盛りなんです。もう一杯。じゃあどうぞ。私はシーフード辛麺の煮辛の中華細麺のトマトとチーズトッピングで。トマトチーズ。でちょっとトッピングを教えてあげてください。ハーフにします。お、ハーフもできるんですね。あ、そう、私いつもハーフだから、言ってくれ。そう、じゃあ僕はシーフード辛麺のうどん。うどん食べたことない。煮辛。うどん頼む人おる？たまにおる。うどんめっちゃおるよ。あ、そうなん。うどん食べてみたい。辛麺の煮辛のやっぱこんにゃく麺。デブなんで。こんにゃく麺じゃからカロリーゼロやで。いります。はい、いや今回はちょっとデブなんでちょっとやめておきます。はい、それじゃあちょっとまいまいさん可愛い感じで。じゃあちょっと可愛い感じって何？いや、だいだいだい求めた意見で、それを。いや、だいだいだい。いや、もう
最高です。はい。ということで、キラ君は頑張ります。これから勉強。勉強？勉強頑張ります。何の勉強？大学入試ですね。大学入試です。頑張ってください。頑張って。医学生よ。あのちっちゃかったのが。なんかもうちょっと年を感じるんでやめましょう。やめます。抗って生きていきます。はい。ということでちょっとじゃあ出来上がるまでお待ちしましょう。帰らしてあげましょう。はい。撮ってますよ。OK です。今。OK と。チーズ？チーズですね。私は辛いのがそんなに得意じゃないので、今日はシーフードの煮からのトマトとチーズトッピングですのハーフですね。で、中華細麺。うどんって初めて見た。俺も初めて食べた。うどん美味しそう。シーフード辛麺の煮からのうどん。そう。イカが美味しい。あ、美味しいよね。どうやって食べるのがおすすめですか。どうやって？いや、まあ。混ぜて。そうね。混ぜ。え、なんか私はチーズトッピングするから上に乗ってるからしっかり混ぜて食べるけど。はいはい。まあ、お腹に余裕があれば石焼き食べたりするけど、いつも余裕がないから食べれない。ダイエット中、あ、違うか。いや、ダイエット中は僕ですね。私は食べてもガリガリなんで。羨ましいですね。夜中に焼肉とか食べて。羨ましいですね。めっちゃ羨ましい。これは食べていいのかい？あ、どうぞ、食べてください。いただいていいですかね。あの、早めに味を教えていただければ。ぐらいだよ。これ僕はツッコミを入れてもいいんですか。ツッコミを入れてもいいですよ。大丈夫ですか。大丈夫なやつですかね。あ、僕マイマイファンからちょっと消されんすか。大丈夫ですか。大丈夫。マイマイファンから怒られる。ツッコんでください。わかりました。じゃあ下手くそかって。ちゃんと言うよ。今日はシーフードなんで、シーフードのちょっとかの風味がありますよ。でトマトトッピングなんでちょっと濃厚な感じでいただいております。トマトジュースと似たような感じですか。違います。トマトジュースよりはコクがありますね。コクって何ですか。はちょっとあの味の奥に感じる旨味みたいなものですね。麺の腰とかは腰はないですね。うどんじゃないし。あ、なるほど。私は中華細麺なんでね、チュルチュルといただく感じ。上手ですね、あの知らないように食べるの。まあ、すずる動画を見られるのもなんか恥ずかしいけど。すすってもいいですか、僕。あ、どうぞ、大丈夫。ずる、いや、すすってねえじゃねえか。ちょっと、もう僕食べますね。あ、食べてください。伸びちゃうけんね。あ、大丈夫です。こんにゃくなんで伸びないんで。いただいてください。はい、ありがとうございます。美味しかった。いや、美味しかったですね。今日はうどんでしたね。うどん美味しそうでしたね。帰って寝るだけ。帰ってお風呂入るだけ。じゃあ、まあいつも通りやりますか。あ、まいまいさん、あの僕らちょっと一緒に男気をやるんですよ、最後。男気じゃんけんで、まあお支払いをやっちまうんで、それじゃあ行きましょう。私男気持ってるから。男気持ってる。はい、じゃあ行きます。男気じゃんけんじゃんけんほい。くそ。
腹痛かった。いただきます。あ、ありがとうございます。やっぱ美味しいね。あ、いや、まあやっぱ奢ってもらうのはね、美味しいね。美味しいですね。もう違うの全然払うけん。あ、じゃあまあちょっとまあしょっちゅう来てるんでね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとお支払いのところはちょっと見栄えが汚いんでカットします。あ、まいまいさん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやー、美味しかった。美味しかった。このラーメン行きます。そう、おすすめのところがあって。 あります。そうそうそう、こちらなんですけど、はい、つずっと亀っていう再放送です。はい、次回続く。いやー、美味しかった。締めはいつも何しとるん？締め？バイバイとかしとるん？バイバイ。いやいや、もうチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。じゃあバイバイ。かわいいわ。